井です。今日はこの指輪で起こす7つのマジックを紹介します。身につけているもので不思議な現象を起こせるということは、今後ありとあらゆる場面で活躍するスキルですね。初心者の方でもできるよう、今から一つ一つ詳しく解説していきますが、後から見返して練習できるよう、今のうちに高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではお楽しみください。それでは解説をスタートしていきます。指輪などの小物でマジックを行う際は、出現から不思議な現象に見せることで相手を強烈に引き込むことができます。まずは指を OK の形にした後に、指輪を人差し指と親指に沿わせる形でセットします。つまり何もない空間から指輪を出現させたわけではなく、かけと的に見えない位置にあらかじめ指輪をセッティングし、相手の見える位置に移動させることによって出現させていたわけですね。一見映像トリックのように見えるかもしれませんが、鏡の前で角度を研究すれば対面でも十分不思議に見せることができます。相手の目と指とリングが一直線上に並ぶイメージを持っておいてください。実際に出現させる際ですが、実演ではこのまま指を突っ込んで見せていました。ただこれ、緩すぎる指輪だと根元まで刺さってビジュアル性に欠ける場合があるので、練習してみてうまくいきそうになかったら、このように空中にある指輪を掴んで指を通すと見えるようになるといった演出に切り替えてもいいと思います。日用品マジックといったら、これは欠かせない輪ゴムを合わせたマジックです。まずは輪ゴムを切り、1本の糸状にしたら、指輪を右手の人差し指と親指で持ってこの中に入れていきます。この時輪ゴムは右手でカバーできるギリギリのラインまで入れるようにしてください。ここまで来たら手の中の輪ゴムを握りつつ輪ゴムを伸ばします。この時リングはだいたい中央あたりに配置させますが、端を見てみると右手の方に大量に輪ゴムが余った状態になっていますね。このまま輪ゴムを傾けて右手側にリングを落とします。今どうなっているかというと、ここだけ見ると右手の方に指輪が偏っているようにも見えますが、輪ゴム全体を見てみると中央よりも左手側に位置しています。なので右手側に余っている輪ゴムを出していくと、たとえ傾けても指輪は輪ゴムとの摩擦で位置が動かないので、出した分相対的にリングは左手側に寄ってくるわけですね。最初から手に輪ゴムがはみ出していると、だんだん短くなっていくのが見えてしまうので、カバーする必要があったわけです。このリングは完全に左手には上がりきらないので、ここで終了させてしまうのがいいでしょう。この時の角度は傾ければ傾けるほど不思議に見えますが、その分指輪が本当に落ちてきてしまうリスクも上がるので、あらかじめギリギリの角度というのを確認しておくといいと思います。そしてもう一つ、このマジックを不思議に見せるコツをお伝えしておくと、両手の位置をがっちり固定してしまってください。手の位置が動いてしまうと何が不思議かよくわからなくなってしまうので、手は完全に固定して輪ゴムを挟んでいる指の力を緩める動きだけで現象を起こせると、簡単ではありますがかなり不思議に見せられるいいトリックだと思います。このマジックは出現と消失を繰り返すルーティーンとなります。単発ではなく、ある程度の長さがある本格的なマジックをやりたい方はぜひ挑戦してみてください。まず出現させる際ですが、あらかじめ右手の親指と人差し指の間にリングを挟んでおきます。フロントサムパームと呼ばれる隠し方ですね。演者は少し左を向き、手の甲を相手に向けることによって指輪を完全に隠すことができます。
この状態から左手を握り込むわけですが、少しだけ隙間を空けておいて右手でさすった際にリングを入れることによって出現させていました。今左手にリングを入れると説明しましたが、僕の中のイメージではリングを入れ込むのではなく重力によって落下させるという方が近いです。極力自然にリングを移動できるように手首に少し角度をつけて横にスライドさせるというよりも縦に落とすという感覚を磨いてみてください。続いて出現させたリングを一度右手の親指と人差し指でつまみ、本物の指輪が現れていることを示した後手のひらに落とします。もう一度同じモーションで指輪を落とすわけですが、お気づきの通りもうこの時点で左手の中は空の状態になっています。仕組み自体は非常にシンプルで、右手の指で受け皿を作ってあげてその上に落としていました。この落とす位置を人差し指と中指の上にしておくことが後々すごく重要になってきます。当然このような低い位置で行うと手のひらのリングが丸見えで何をしているかわからないので、なるべく上の位置で、具体的には胸に近い位置まで引き上げてから行うと角度に強くなります。さらに落とす際に軽く両手を沈ませると強烈な錯覚を見せることができると思います。いきなりこの動作を行うと種が推測されやすいという意味でも、その前に同じ動きでリングを落としておくといいですね。手のひらに落ちた指輪は指を軽く折りたたむことによって隠すことができます。こちらはフィンガーパームと呼ばれる隠し方です。中指、薬指の第一関節と第二関節あたりで挟み込む形ですね。例えば少し深い位置に落ちてしまった場合でも同じように隠すことができるので心配ありません。その後は左手を軽く揉み込みリングが消えたことを示したら、次のような動作を行います。一度手を返しているので一見全体を見せているようにも見えますが、実は手のひら、特にフィンガーパームの位置を見せていないという動きですね。実際に完全に見せているわけではないので、右手を見せてと言われてから行うとすごく不自然な動きに見えますが、スムーズにつなげることでその違和感を格段に減らすことができます。この常に観客の一歩先を行くというのもマジックを行う上で非常に重要な考え方になります。最後の出現では左手で空中の指輪をつまむふりをします。これをカバーにしてフィンガーパームしていたリングを親指に差し込み、薬指とくっつけてあげてください。あとはこの指輪を左手で薬指に下ろしてあげれば一連の流れの完了となります。あくまでこの前の手はミスディレクションとして使っているだけなので、この時点でリングが見えないように鏡の前で練習した方がいいですね。少し難しいですが、習得してしまえばふとした時にめちゃめちゃおしゃれに見せることができるので、間違いなく覚えておく価値ありだと思いますよ。このままだと難易度がインフレしていきそうだったので、この辺りで比較的簡単なマジックを挟み込んでおきますね。知っている方はお茶でも汲んで飲みながら休憩して OK です。まずこのマジックでは指輪を第二関節に行かないくらいの緩めの位置にはめておきます。この状態で親指と中指でリングを押さえておくと、人差し指をスムーズに出し入れできるようになるはずです。まずはこの動きを練習してみてください。逆の手でカバーした瞬間にこの動きを行ってリングを外し、抜き取ったふりをすることになります。当然指輪は消えたように見えるわけですね。外した指輪は先ほどの動きを逆再生させることでもう一度つけることができます。実演の映像では一度画面外に飛び出るという非常にせこい手段を使っていましたが、実際にはミスディレクションをかけつつ机の下などでスムーズにセットすることになります。そしてここからが後半のマジック。人差し指にはめた指輪を再度抜き取りますが、この時点で手の中は空っぽです。よくよく見てみるとこの指は中指ですね。指輪を抜き取るこのタイミングで握る指をスイッチしていました。実際には指輪は人差し指にはまったままなので、投げるタイミングでもう一度元の状態に戻してあげれば完了となります。メタメタしょうもない種ではありつつも、知らない人には超ビジュアルに映りますし、何より簡単なのでまずはここからって感じですね。前半後半ともに何回でも行えるマジックではありますが、さすがに連続で行ってしまうとバレてしまうので、今回紹介する他のマジックの間なのに組み合わせて行うといいアクセントになってくれると思います。このマジックも仕掛けはシンプルオブシンプルですね。指にはめている指輪を極限まで早く抜いて指の前に持ってくる感じです。ゆっくりやると要はこういうことですね。これを不思議に見せるにはいくつかのポイントがあります。まず引き抜く際に必ず指が見えている状態にすること。こんな感じですね。これ指が被っちゃってると本当に何やってるかわからないので、必ず現象はよく見えるようにしてください。そして指輪の軌道はなるべく最短ルートを通ること。完全に指が伸びきっているとその分動かす距離が長くなりますし、怪我の原因にもなってしまいます。脱力することをイメージして軽く曲げておくだけで、実際にはかなり移動距離を短くすることができます。あとはこの時指の外側に沿わせる感じで抜いてきてあげましょう。最後のポイントは外した後の位置です。必ず相手の視線と指の間に持ってくるようにしてください。
このマジックは指を貫通して外れるという現象なので、外れた後こんなとこにあっては不自然ですよね。元あった位置に重なるように、そしてできるだけ手に近い位置に持ってこられるように練習してみてください。あと大事なこと言い忘れましたが、きつい指輪で行ったり力を入れすぎたりしてしまうと本当に怪我をしてしまう可能性があるので、まずはゆっくりと動きを確認しながら徐々に速度を速めてみてください。さて、ここから2つはガチガチのトリックを使った本格マジックとなります。仕掛けはこの通りと言ってもどうなっているか分かりにくいですよね。実は僕の手には今見えない伸縮性のある糸、エラスティックスレッドが巻かれています。と言っても本当に見えないわけではなく、こんな感じで超細い糸になっていて、それが輪ゴムのような円になっている状態ですね。特にこれをループスと呼んだりもします。自作もできますが、最初はこのような完成品を買うといいと思います。僕もこれ Amazon で購入したので、概要欄とコメントにリンク貼っておきますね。当然持っていない方の方が多いと思いますが、これをどのように使うのか、そのトリックを知るだけでも賢くなれると思うので、ぜひ学んでいってください。解説ではこれだと見えないので、代わりに輪ゴムを使って行っていきます。この輪ゴムが実際には見えにくい糸であると思って見ていただければ幸いです。ループスは特殊な使い方をしない限り、通常左手首につけておきます。演技を行う際はあらかじめ5本の指にかかる位置まで上げておいて、ここから指輪を借りることになります。これを一度人差し指にはめて、その指にループスを絡めることによって指輪の中に通すことができるわけですね。この状態になればすでに手を離しても落ちない状態になっています。人差し指に指輪をつけた状態で、さらに糸をかけてから指輪を外すことで、実際には糸が見えていなくても確実に通すことができるわけです。ただいきなり浮かせてしまうと不思議すぎて糸を疑われてしまうので、まずは左手の人差し指と親指でつまみ、ここから徐々に指を離すことによって糸の存在に目を行きにくくさせています。指を完全に離したら手の感覚を広げて浮いていることをはっきりと示してあげます。見ていただければわかりますが、左手の方は糸が末広がりになっているので、こちら側に傾けても指輪はしっかり空中に止まってくれます。上から吊るしていないことも同時に示すことができるので、この動きは入れた方がいいですね。糸を外す際は徐々に両手を近づけていき、人差し指にかかっていたループスを抜くことでクリーンに返すことができます。ちなみに浮かせている間は、今はカメラ越しなのでわからないかもしれませんが、肉眼ではよくよく見られると糸これ見えてしまうので、リアルで行う際は3秒ぐらい浮かせた後すぐ返すだけで十分すぎるほど驚いてもらえます。ちなみに過去の動画ではエラスティックスレッドを使用してお札を浮かせていたりもします。こちらも借りたお札でできて、めちゃめちゃインパクトを与えることができるので、ちょっとでも興味がある方は確認してみてください。おそらく予想できた方も多いとは思いますが、このマジックでは再度ループスを使用することになります。まずはループスを手首につけた状態で、手の甲の部分を一度指輪の中に通し、先は中指にかけておきます。この指輪を人差し指と親指の間から引っ張り出してきて、つまんだ状態、ここからマジックがスタートすることになります。このリングを手のひらに押し当てて、一度はっきりと示した後に指を使って指輪全体をカバーして指輪を解放します。すると糸の張力で手の裏側に戻ってくれるという仕組みになっていました。話術の部分に関しては、手の内側に入ってしまったと説明するのがいいと思います。出現させる際は、手の甲にあるリングに一度親指を突っ込み、前から見えないように少し引き下げた状態で手の甲を上にします。手にめり込んだ設定なので、取り出す際はこのように手の皮を引っ張りながら取り出してみても面白いと思います。糸の処理は中指の方向にスライドさせると自然と抜けてくれますね。先ほどのマジックにも言えることですが、このパチンという音は輪ゴム特有のものなので、ループスでは一切そのような音はなりません。安心してチャレンジしてみてくださいね。ちなみにこのマジックでは指輪に制限があり、かなり軽めのリングでないと十分に戻りきらないという弊害が出てきます。基本的には自分が持っている指輪で行うことにはなると思いますが、対面で演じることができて、最後に調べてもらうこともできるので、実用性は十分と言えますね。ところでなんですが、今回のマジック良かったけど普段指輪つけないよって方も多いと思います。
実を言うと僕も普段はつけていないんですが、一応おすすめのものを紹介しておきますね。個人的にシンプルなものが好きというのもありますし、異性受けを考えた時にもデザインは単色またはワンラインくらいがちょうどいいです。そしてたくさん練習することになると思うので、比較的安価なものを使ってみてください。参考までに良さそうなリングの Amazon ページを概要欄コメントにまとめておきますね。そして今回のマジック覚えておこうと思ってくれた方は、高評価ボタンを押しておくと高く評価した動画という再生リストに保存されるので、押しておくと練習する際何かと便利だと思います。中でもマジック初心者の方は一気に全部覚えようとするとハードルが高くて大変だと思います。今日紹介した7つの動きのどれか1つでもできるようになっておくだけでも大成長なので、なかなか外に出られないこの期間じっくり練習してみてください。そしてこのチャンネルでは他にも簡単にできるマジックを紹介しています。身近にあるペンや小銭でも行うことができるマジックとかもありますね。その中でも特におすすめのものを概要欄コメントにこれもまとめておいたので、他にもいろいろなマジック知りたいという方はぜひ他の動画もご覧ください。今後もあなたがやってみたいと思うようなマジックの動画作成をしていくつもりなので、今後配信される有益な情報を見逃さないようチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは。